はい、皆さん、こんにちは。本日はこちらの積分を使います。今回の積分のポイントは、式をシンプルにする置換ということで、今回見た感じ、明らかにゴツゴツして積分しづらそうなので、置換することにより、積分しやすい形に変形していこうと思います。はい、まず置換する準備なんですけれども、はい、指数の部分、足し算が見えていて、指数法則により、足し算は掛け算にばらすことができるよと。はい、3の 9X 上登場するんですが、今回全体的に3がたくさん出てきているような式ですので、 9x を 3×3x というふうに捉えてもらうと、3の 3x 乗の全体の3乗という形となり、3の 3x 乗が2箇所登場するような形となってきます。はい、ということで、3の 3x 乗を t で置き換えてあげると、はい、dtdx、このような式となってきて。はい、地図関数の微分、怪しい方はぜひ確認しておいてください。はい、特に今回は3の 3x 乗ということで、合成関数の微分で3がかかっているような格好です。 はい、3の 3x を t に書き換えてあげると、dtdx、こちらの式。dx にすると、このような形となるので、もともとの式に放り込んであげると、はい、こちら、はい。t が1個約分されて、はい、定数、外に出してあげると、はい、このような形となってきます。はい、あとは、後ろのインテグラル、積分した答えなんですが、後ろのインテグラルの積分に関しては、1、はい、関数の積ですので、部分積分を利用してあげましょう。 特に多項式関数×三角関数または指数関数は通称瞬間部分積分法こちらが有効になってきます。はい。瞬間部分積分法がわからない方はシャープ10で解説していますので概要欄のリンクから確認しておいてください。はい。今回は2次関数×指数関数という形で部分積分を普通にやっていくと部分積分2回繰り返さないといけないんですけれども、はい。瞬間部分積分法でやるとこのような形。はい。T 3の t 字を積分側に割り当てて、微分は文字が消えるまでやってあげるよと。積分は微分した回数、足す1、やってあげて、斜めにかけ、符号はプラスマイナスプラスと交互になってきます。指数関数の積分、怪しい方は確認しておいてください。はいということで、こちらの点線かけていったものが原子関数という形なので、積分結果はこちらの中括項の中。最初の点線が。 1> 第1項、はい、2番目の点線が第2項で最後の点線が第3項という形です、はい。あとはくくれるものをくくってあげて、はい、T3 の 3x 乗元に戻してあげるとこちらが答え。はい、ということで今回なんですけれども、はい、式がごちゃごちゃしていますが、はい、少し処理をしてあげて3の 3x 乗2箇所登場しますのでこちらを T で置いてあげると、はい、このような形。 部分積分で処理できる形となり、はい、多項式関数×指数関数ですので、はい、瞬間部分積分法で1行で積分してあげるとスマートかなと思いますはい実は今回の問題シャープ40で似たような問題やっていますので今回の問題が解けなかった人は是非シャープ40概要欄のリンクから確認してもらって練習問題として取り組んでみてくださいはいそうしましたら本日は以上です このように毎日1問数算の積分計算扱っていますので、もしよかったらチャンネル登録して毎日1問積分計算チャレンジしてみてください。はい、それでは本日は以上です。ありがとうございます。